中島祐一は、日本のテレビプロデューサー。富士テレビ編成制作局制作センター第2、制作室企画担当部長、チーフプロデューサー。東京都新宿区出身。東京都立新宿高等学校、慶応義塾大学経済学部卒業。大学時代は、慶応義塾大学ラグビー部に所属していた。1996年、フジテレビ入社。 実家が、スタジオアルタの近くだった縁もあり、笑っていいとも、の存在がなければ、同局を受験しなかったかもしれないとの、本人談もある。報道への配属を希望していたが、制作に配属となった。その後、めちゃにイけてる、の9番目のアシスタントディレクターとして、番組制作に参加。2002年4月、人事移動した、徳光義文に代わり、 チーフ AD から AP に昇格。2004年に放送された、めちゃ池の企画、日本一周打ち上げの旅において、中井雅宏の一言で、プロデューサーへの昇格が決定。2011年11月26日放送まで担当したが、その後もアドバイザリースタッフとして番組に携わっている。2012年7月から、チーフプロデューサーに昇格。 2013年9月30日からは、森田和義アワー笑っていいとも、の、チーフプロデューサーに就任、最終回まで担当した。2018年1月頃から2020年9月までは一部の担当番組で、制作統括としてクレジットされている。松本人志、浜田正俊石橋孝明、木梨の武岡村隆志、矢部弘之、中井正宏。 村上慎吾、ありがとうございます。